広報の荒です。今回やっとですよ。やっとっつってももう10台ぐらい実は来てんですけど、デモカーとしてはやっと投入したランクル300。実はね、今回これ持ってきてるやつって AX グレードなんですよね。まあ動画の中でも細かく説明してると思うんですけど、 AX グレードっていうのは、まあ下から2番目、要は ZX とかに比べると随分安いわけですよ。200万ぐらい安いのかな。で、この改造をしてAX でこうタイヤ入れたり、こう ZX のバンパーにしたりとかってやって、100万円安くこのパッケージにできたりするっていうのを作ってみたんですね。高級じゃないパターンというか、ランクル本来のオフロードテイストに、そういうところに持ってっても大丈夫かなっていうレベルの1台に仕上がっていると思うので、こういう感じっていうのはこれからスタンダードグレードが受けるじゃないですか。それの300番みたいな感じで、だから GX でやってももしかしたらいいかもしれないっていうのを今回作ってみました。まあもちろんね、ZX だったり GR スポーツだったりっていうのでも作っていくかもしれないんですけども、まず第一弾としてこの AX ベースでこんなパッケージにしたらどうですかっていうのを作ったので、ぜひ見てみてください。ちなみにバネはうちのオリジナルの試作品なので、これから煮詰めていく予定です。はい、なのでこれからまた新しい新型車が出たりとかすると思うんですけど、そういうのも随時やっていきますし、リノカも実は新しいの今作ってたりするので、これからも目が離せませんので、乞うご期待です。プラス店舗も引き続きやっていかなきゃいけないので、ずっと引っ張って引っ張って引っ張ってる筑波店をやろうと思ってます。これも乞うご期待、よろしくお願いします。